はいどうも、磯毒です。それじゃあ、今日はですね、鴨肉のローストを作っていきたいと思います。はい、こちらの鴨肉なんですけども、まあ、以前からちょっとね、興味があって、鴨肉買ってみたいなって思ってたんですけど、まあ給付金の10万円が入ったじゃないですか。あれが入った時に、購入いたしました。ネットでもね、意外と簡単に手に入ったんですけども、まあ最初冷凍されてたのを解凍してちょっと使っていきます。まずはですね、鴨肉の筋取りしていきます。結構この、なんか胸肉らしいんですけど、筋が多めで、まあこういうちょっと余分なところをですね、掃除していきたいと思います。いや、給付金の10万円使って皆さん何しましたかね。まあ10万円全部使うっていうのはちょっとさすがにね、贅沢しすぎかなって思うんですけど、てかそもそもそういうものじゃないですしね、生活費とかに当てた方がいいとは思うんですけど、まあでも、ちょっとね、贅沢しちゃってもいいんじゃないかということで、まあなかなかいないんじゃないですか、鴨肉買うために使った人なんて、こちら脂身の方、まあ余分なところをですねちょっと取ってあります。結構この脂身が分厚くて、まあ大量にあるので、まあそんなに端っこちょっとくらいに切ってもね大丈夫かなと思います。でこの脂身はなんか結構臭みが強いらしくて、油もいっぱい出てきますので、まずはこうやって網目状にですね切れ込みを入れてあげて、で焼いた時にこう鴨の臭みがですね出ていってあげるようにします。でなんかこの鴨なんですけれども、商品説明読んだらフォアグラを作ってる鴨の肉を取ったものらしくて、マグレドカナールって呼ばれてたんですね。マグレドカナール。でなんかちょっと勉強したんですよ、鴨を食べてみて。でこれはこの種類はミュラーシュっていう鴨の、まあ、肉なんですけども、日本でよく食べられてる鴨鍋とか鴨そばとかに使われてるのはチェリバレーシュっていうらしくて、でそっちの方がなんか柔らかくてこう甘みとかコクがあるような味わいになってるらしいんですね。うん、実際買ってみてちょっと食べてみたんですけど、こちらのマグレドカナールですね。まあ、多少ちょっとね、硬かったかなっていうふうに思いますので、まあ、もしですね、カモで、カモを買いたい人がいらっしゃいましたら、まあ、チェリーバレーシュっていうものを買ってみたらいいんじゃないかと思います。喋ってて思ったんですけど、改めて僕はフランスとかですね、そういう方に生まれなくてよかったなと、つくづく思うんですよね。だって、なんか、ラジオとかもめちゃくちゃ入ってるじゃないですか。チェリバレーシュとかミュラーシュとかね、もう全然言えないじゃない。いやもう日本に生まれてよかったなって思います。で変な話をしてる間にですね、次は鴨を焼いていくことにします。でこちらの、まあ、鉄フライパンで焼いていくんですが、多分まあ普通のフライパンでも大丈夫なんですけども、まずは皮目を下にしてあげて、まあ、少しだけ引いた油に入れてあげます。で鴨は火を通しすぎると結構硬くなっちゃうらしいので、本当にゆっくりですね、ちょっと弱めの火で火を入れてあげます。でその時にこういう風に出てきた油を上から回しかけてあげることによって、中までですね、ちゃんと火を入るようにして、でかつ柔らかく仕上げるようにしてあげます。でこれなかなかまあ弱火でやってるから結構時間もかかりまして、まあ実際焼いてる時間は10分近くあったかなと思いますが、まあだいたいまた後で焼けましたら、鴨の肉をしっかり触ってあげて、食感を確かめながら仕上げていきたいと思います。ではまあもうしばらくですけど、ちょっと焼いていこうかと思います。はい、じゃあまあ裏面もなんですけど、ちらっと見てきますと、まあだいぶいい感じの焼き色がついてますね。でフライパンにすごい油が出てきてるんですが、こちら鴨の油になってまして、まあそうですね、多少まあちょっとこう臭みというかが感じられるかと思いますので、一回拭き取ってあげます。で拭き取ってあげたら、バターでもう一度油を追加してあげます。バターの香りは結構いいのでね、まあ、ちょっと安いバターなんですけど、こちらを入れて熱してあげます。でまた焼きながらバターをどんどんかけていってあげて、香りを移すようにしてあげます。まあ、もうこの辺はまた同じですね。では僕も鴨肉なんて調理するのは初めてだったんで、なかなかこう
わからないかったんで、他の人のとか見てたんですけども、鴨肉の一番大事なのは、なんか火を入れすぎないことらしいですね。火を入れすぎちゃうと、やっぱり硬くなりやすい肉質だそうで、いかにレアで仕上げるか、そこを攻めていけたらと思うんですが、まあそうですね。この辺でちょっと触ってみましょうか。このトングで押した感じで、まあ、ブニブニっていうか、まあ反発してくる感じ、沈まない感じになってきたら、まあ、大体いいかと思います。あとは、アルミホイルの中に包んでおいて、でもう一回火が全体的にこう均一に行き渡るようにしてあげます。少し休ませておいてあげます。ではそうしたら次は野菜を焼いていきましょう。今回焼いていくのはこちら、トウモロコシとですね、あとはパプリカとシシトウ焼いていきたいと思います。まあ、ちょっとトウモロコシ火が入りづらいから先にやっていきます。僕が考えうる限り一番おしゃれに見える野菜、まあ、カラフルなものをですね持ってきました。まあ、夏場はねこういうなんかみずみずしい野菜がすごい美味しくて、あとシシトウは僕結構個人的に好きなんで、ピーマンより全然買っちゃったりするんですけど、まあ、全部夏の美味しい野菜ですよね。これが鉄フライパンで焼いてあげるとだいぶジューシーなまま美味しく焼けますので、まあ、今回はこちらを付け合わせにしていきたいと思います。はい、でそして野菜が焼けましたら最後にソースを作っていきたいと思います。こちらオレンジのマーマレードと赤ワインをベースにして酸味のあるソースを作っていきます。いやー、まあなんか久しぶりにちょっと長めの動画作ったら結構疲れましたね、喋るのに。最近ちょっとだけ人と会うようになってきて、まあ飲み会っていうかね、ちょっとしちゃうんですけど、なかなかこうずっと人に会わなかったからか、舌がね言うこと聞いてくれなくて、なんか舌が滑りすぎるっていうか、この前なんかありがとうございましたって言おうとしてたら、なんかありがとうございみたいになっちゃって、まあちょっとねもういよいよかなって思うんですけど、対人スキルをですねもう一回鍛え直していかないとと思ってる、就職するまでにね。うん、まあそんなことはどうでもいいんですが、でしばらく置いたこちらの鴨肉切っていきましょう。うん、いい感じの色合いですね。中もピンク色鮮やかにですね出てて、まあ、かといってこう血が滴るようなこともなくですね、だいぶ綺麗に火入れをすることができたんじゃないかと思います。うん、めっちゃ美味しそうですね。じゃあ、こちらをまあ最後に盛り付けていって完成にしたいと思います。もうおしゃれ盛りね、最近僕も凝ってるおしゃれ盛りしていきます。ペッパーを添えてあげて、ソースをまあしっかりかけてあげて、最後にレモンバジルですね、こちらも乗っけてあげます。まあ、ただレモンバジルは結論から言うと、うん、いらなかったと思いますおしゃれ要因ね。はい、完成。はい、それでは実食シーンに行ってみましょう。いただきます。今日はですね、東洋美人というお酒と一緒に行きます。乾杯。こちらのお酒はですね、山口県の、まあ、酒造のお酒で、まあ、純米吟醸5割磨きのものになっています。だいぶ味としてはこう王道な日本酒だったと思いますが、まあ、桃とかみたいなこう甘みと、まあ、酸味のバランスがとても良くてですね、もういくらでもいけちゃうような感じでしたね。で、肝心の鴨肉の方はですね、本当に美味しかったですね。やっぱり普通の鶏肉とかよりもこう味というかコクが結構強くて、で結構さっぱりしてるからいっぱい食べても飽きないかなと思いました。とても美味しかったです。またね。